東京放課後サモナーズ新宿ワンダーフォーキングイン転校生の阿部隆と申します。囲碁未知の今日、それでは今回も東京放課後サモナーズの第2章進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。お帰りだ。はい、スタートダッシュボーナスもだいぶ溜まってきた。石はこれで何個になるわけよ。思ったよりたまんない。あ、いや7個もらった、ごめん、思ったよりたまったわ。6円ボーナスあんま気にしてねえんだよな。42個か。この調子なら10連ね、あっという間にできそうだな。じゃあ暴走する神器3やっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。あと何話ぐらいだったっけ、もう忘れちゃった。レベルは、お前昔のアビタか。おー、しかもあれだ、ナスクのリドンなってるやん。いいよ。今マウスがガバコンすぎてさ、ちょっとマウスのねクリックが反応悪いんだよね。操作ミスしちゃったらどうしよう。白、これは一体、いや、お前の仕業だね。許せない。お前サモナーだったんだよ。そう、お前、だけどその神器は、その悪魔たちは、あ、なんか使い物の刺激っていうとサモナーと素質はあるってことなんじゃない、僕よりもあるんじゃないか。それでもそんな下級の奴らばっか召喚してもな。アプリの登録ってちょうど出会った時でしたっけ。やっぱあの時はサモンズだっけ、サモンズが悪いんだよ。そう、浴びたかった。ああ、今ガバコンのクリック出ちゃった。なんかクリック連打になっちゃうんだよ。連射機能とかあんのかな。郊外のコンビニへ向かったと。ああ、じゃああの時は登録した LINE みたいなやつとまた違うんだ。うんうんうん。そう、じゃあ初心者狩りのやつが悪いな。その連中でさっきの仲間、確か意味わかんねえよな。初心者からゴミしかいねえな、ほんとに。じゃあ、仕方ないよ。いや、そりゃそうだよ。腕が戻れた。ほんとにこの世界のさ、アプリバトルマジ、治安つか、マジ、設定というか世界観ぶっ壊れすぎだろ、ほんとこの作品。血まみれの不良、そりゃ逃げるわ。うん、まあ、ああいう、そういう、初心者狩りしてたやつも自業自得だから仕方ねえよ。いや、違う、あの事件はきっと別のやつだよな、みたいな。いや、そういう意味ではなくてね。いや、けど実際誰なんだろうな。さ、この辺の事件の真相ってわかんない。本当に白のやつなんか別の人なんかわかんねえよ。いや、実際見たかね。高校生になってもうこんなね、切れた腕の断面や赤い血の周り見てるって。おめえ、そんな、テイルズの世界観じゃねえんだから、やっぱみんな、そりゃね、抗えないですよ。ああ、やっぱお前暴走しまってるよ。僕の防衛本能いや、もうそれはね、守んなきゃいけねえもんな、自分のこと。ほらほら、いや、エビルもね、多分、まあ、悪気はないんだよね。大丈夫だよ。俺の場所があるだろ。ああ、逃げやった、マジで。クソ、誰が。今日、使い魔放置すんのかよ。お前、もうちょっと使い魔とね、コミュニケーション取れば意外とうまくいったんじゃねえか。委員長、白って言った方が良かったかな。どっちの方があいつ喜んでくれたかな。じゃあ、やっていきますか。さあ、バトルや。タングリスニールはね、やっぱレベル上がって色々とスキル上がらないと、てか逆にね、限定突破してスキルのレベルが上がると、なんかすごいことになるらしいよ。どんぐらいすごいかというと、HP 減少とか今度 HP 回復するらしい。お前タングリスニールさ、1回か2回ぐらい被ったよね。あれって限定解除できんのかな、わかんねえや。とはいえ、序盤でそんなことできるわけねえだろ、バカ野郎って感じなんで、ちょっと仕方ないんで。タングリスにさ、HP 減少するんだったら、せめて後ろのやつレーザーにする効果。なんか全然出てこないんだけど。くそー、あー、ミスった。ちょ、主人公一人で、ちょ、ご了して。くそー、くそったれが、くらえ、レンガ弾。いよいよ、調子上がってるよ。もうタングリスにいるら死ぬよ。どうせ死ぬなら最後に、もっとパーっとやっちまいたいとこですよね、旦那。そうなると、わかったね、ビジョンが見えた。こうして、間違えた。ちょ、もうダメだった。うまくできなかった。なんだよ、三鷹さん。うまくできなかったじゃないですか。で、タングリスニールさん、おそれ、ご苦労様です。シチューの鍋が、なんてこったい。これね、こいつ動かすぐらいならできるから、
どりゃと出してきた。よしよし、てか僕今レベル何なんだ、今浴びたかレベル何だ。はい、うまくいった。フェーズは3。そうだ、皆氷よ。この場合はね、ビジョンが見えたね。本当にこれこうしたら、あ、まあいいかもしんね。こうしてこう、あー、ごめん、間違えたわ。ちょ、あんまうまくいかなかった。前陣にさ、3人置けたらなと思ってるけど、ちょっと僕のね、小さい頭じゃダメだったわ。これ、顔はでけえから、脳も無駄にできるんだよな。よし、突撃あるのみ。こっちからだったらさ、もっとうまくいけるだろ。こうして、こうして、こうして、こう。ちょ、ただし、ビッグフットが今度お役御免になっちゃうっていうね、めちゃくちゃなんですね、それが。いや、自分が死ぬ。そんな嫌だ。自分が死ぬって嫌だよ。デムどりゃ。先にチェルノボンが攻撃したらさ、アビタが CP 溜まったじゃねえかよ、ちょっと。たく、それまで死ぬなよ。俺自身死ぬなよ。うわぁ、これまたうざって組み合わせだな。しょうがねえな。こうして、こうして、こう。また助っ人のワールドってやつ。ワールドってやつ後ろ行っちゃったよ。全然うまくいかねえな。いやぁ、チェルノボンが死ぬのせい、効果まずくなった。どうせ、久々の打ってから死のうぜ、お互いな。つまり、じゃあ、ビクッとこっちにやって、よし、せめてこいつら確認って、料理は龍じゃ、ルールは離弾。やっ、若菜を言ってみずる、いでや、鉄刀鉄尾。あー、セリフ途切れた。ノージサリサリゴーリー。あれも全部、カミカミだった。カミカミじゃ全然言えなかった。まず遮られてよ。これさ、速度1にしないとさ、セリフ遮られちゃうよね。あ、レベルアップした。僕まだレベル5だったんだ。愛しいあなたと二人だからなおさ。わかったわかった。うん。あ、ワールドくんね、ありがとうね。申請はしないよ。フレンドは申請しない主義なんだ。よくわかんねえから。あー、けどそろそろレベルも上げた方がいいよな、この調子だと。シロはどこへ？見失っちゃった。ソロモンくん、追跡を。あ、もうなんか、マウスぶっ壊れてるの反応しねえ。アプリ終了したら追えなくなるんだ。一応 GPS 的な機能にはなるのね。ちょっと刺せばよかったよ。ほー、なんか、こいつもクソ野郎か、もしかして。もうこいつ知らないんだよな。第三章で特段活躍してなかった記憶がある。あれ、第三章活躍したっけ？もう全然覚えてねえよ。第三章で活躍するんだっけ？あれ？何言ってんだ？おめえのさ、お前には関係ない。死ね！辛辣系。健康なのにもこいつのこと辛辣かもしんねえな。結論を防ぐのは二流。しょぼいんだよな、お前。ちょっとね、二流とか三流、いや Z 級の匂いがプンプンするんだよな、ちょっとな。やさぐれ感、そうだよな、全くダサいってあれしねえよな。スマホ電池がなくなりそう。君のことは忘れないよ。え、どういうこと？なんなんだよ、しょうがねえな。え、あれ、じゃあそしたら充電するために帰んなきゃいけないんだっけ？切った。そう。切ったと切れた。ここでいる選択肢。まあ、寮だとも連絡が取れないし、一緒に寮にも帰ろうか。ちょ、スマホを充電しないといけないや。現代区はスマホを充電しないとね、何もできないんですよ。僕もそうです。特に土地勘ないんで、Google マップとかないと死ぬ。漏れなく。電車乗り換えとかも怖くなっちゃう。あれ、寮太一緒じゃないんだっけ？いや、寮太もね、バイバイしちゃった。しょうがねえなあ、まったく。ああ、物の部先生、学園には少し慣れたんですけど、それはそれとして資料が大変なことになってるそうです。てか資料どこに行ったんですかね。いや、本当にこの物の部先生いいやつですか。すごいな、こういう学園の寮ってね、ロマンあるよね。それは僕そういう生活一度ぐらいしてみたかったっていう、まあ、ないものねだりっちゃないものねだりなんだけどね。強豪校とかのさ、やっぱ東京のさ、高校とか、もしくは逆にさ、地方の高校だと寮とかありそうだよね。私立の高校とかかな。身元引き受け人ってどういうことですか？そうそう、その辺の話を教えてください。ありがとうございます。ある人、ああ、そうなんだっけ？もう覚えてないけど、ある人なんているんだっけ？じゃあ僕には一応親がいるってことですかね。知らない？どういうことですか？書類上扱いでは転校生。え、じゃあ本当に転校生ではない可能性があるの？ああ。
東京封鎖されてんだっけ。あ、そうなの。埼玉県とかと交流できるんですか。泣きそう僕。じゃあやっぱ僕埼玉県から急遽飛んできた転校生ってことになっちゃうんですね。いや気になるな、それ聞かせてよ。あ、確か、なんでどんな人でも学校に入るの。なるほどね。けど全員学生にすんの。なんか大人のバティムとかさ、マガンとかでそういう点ではどうしてたんだっけ。へえ、そうなんだ。東京転校生全員に身元引き受け人が出ると。うわすげえ、そんなんだっけ。へえ、で僕がその引き受け書みたいな、引き受け書で承諾書みたいな書いたらよくわかんねえんだよな。迷惑ですか。ふむふむ、なんとか大予言、ノスタルダムの大予言とかそんな感じかな。その転校生困ってた。へえ、物のべ先生のこの辺の話ってわかんのかな。ちょっと気になるな。だからいつか出会えるのかな、本編でさ。あれ、あなたもしかして物のべ先生じゃないですかみたいな感じになるのかな。もしそうなんだ、ちょっと熱いな。物のべ先生は普通にいいやつだからな。なるほどな。じゃあやっぱいい先生じゃねえか。でよく教師になれたな、そっから。いや、もしかもうすでに大学とか、いや、若い頃にうんぬんって言ったから、やっぱ大学の頃、一応教育学部出身であったかな。あの、教職課程に進んではいたけど、みたいな。まあ、もしかも世界が違うから、別に教職課程進まなくても教師になれるとかっていう可能性もあるかもしれないけどね。学校の方で先生の需要高まりそうだからね。なんか、それっぽい力があれば、実力があれば、教員免許なくても慣れちゃうのかもしれないね。ありがとうございます。その転校生は、やっぱ出会ったら嬉しい、再会してくれたら嬉しいな。例の体一部分の検査結果。今日さ、アプリバトルだったらさ、その四肢欠損とかそういうのもさ元通りになるもんね。つまりこれは外でのね、アプリバトル外での出来事ってことなんですよね。だから素人ではなさそう。アプリバトルとは関係ない、やっぱ事件性のある話ですよね。っていうことではね、それとも白がやったんだっけ。ああ、亮太、亮太、オスオス。白どこにいるんだろうね。どこに過ごしてるんだろうね。アメリカンドッグか。僕はね、アメリカンドッグよりね、あ、ビッグフランク派なんですよね。あの、アメリカンドッグの衣がちょっと苦手なんですよね。あと、ソーセージはでかければでかいほどいい。チンポと同じですよね。でかければでかいほどいいんで、だから、ビッグフランクとか、やっぱセブンのビッグフランク好きだな、個人的には。け、唐揚げ棒も捨てがたいんだな、それが。アメリカンドッグはちょっと苦手。け、安いんだよね、アメリカンドッグ。で、ケチャップとマスタードつけると、結局アメリカンドッグもうめえんだ、それがな。逆に今、ビッグフランク高いからな。ああ、そうそうそう。まあ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 。解説のその通りですね。まあ、ボコボコするぐらいだから白も強いんだろうな。で、体を切り裂かれた不良の一人が被害者といるっていう、だからアプリバトルとは違うはずなんですよね。フルボッコしすぎだよな。あ、大体合ってるよ。うまい例えですね、今の。と、委員長がそんなことするわけねえよ。アプリバトルではないっていうことだよね。え、そうだよね。それも白アプリバトル外でも、あれかな、使えるのかな。いや、そういうわけでもねえよな。だからこれバトルエリアの外なんだから、だから違うんだよ。ではな、りょうた、お前なら、そこに気づけるよな。あ、やっぱそうだよね。そう。俺、絶対バトルエリアの話出ると思ったよ、僕は。ほらほら、死ぬことはないってことなんですよ。それ領域内で行われたね、演算機か。ここまで細かいこと言ったっけ。あ、これもしかして僕の選択肢とはまた別のやつだと、もっとこういう言い方になったんかな。あれ、それ同じだったっけ。やべえ、もう記憶飛んでる。ごめん、僕もう認知症かもしんねそう、ここなんですよね、亮太。やっぱお前なら気づいてくれると思って。なかなか聡明じゃないの。あ、やはりそうだよな。だからね、別の件なんですよね。そう、V 欠損した不良は本当にかわいそうだな、そう考えると。
へえ、平均3日。最高で2ヶ月だ。せっかくの青春の時期、もったいねえ2ヶ月も、そんな思い詰めたら。てか、先生たちもアプリバトルのことは知ってんのかな？お寿司をバラ並みに、まあ何、いや、そうだったっけ？なんかしなかったっけ？成功報酬し、いやー、素人なら言ってたけど、まあまあまあ、素人は必ず助けるからな。任せてくれよな。で、この作戦全く知らないんだけど、どんな感じだっけ？森田か？森田か？お前が何をするんだ？森高もいいやつだけど、森高は第2章でちょっとこういうところで活躍するぐらいなのかな。第3章で記憶にねえからな。あ、そうや、このトリトン先生って、そう、相談に乗られるのめちゃくちゃ嬉しくなるんだっけ。転校生ってのもあるからか、なんかあれかな、やっぱ教師として板についてるからか、子供に、ね、ちょっとした相談とか、そういう頼られるのってきっと嬉しいんだろうな。まあ、僕も頼られると嬉しいが、そういうことやな。思春期の悩み、なんかあったっけまあ、いいやつなんだよな、この先生もな。で、りょうたはりょうたへジン先生の方を連れてくんかや？僕もって言ったからな。ジン先生の方もそうすると。やっぱ同じやり方だった。なんでみんな寮館室に行かせたくなるんだよ。わかったよ、じゃあ、この夜中一人で、ちょっと頑張ってくれよ。おら、サロモンくん出てこい。可愛くはねえんだよな。バティムの方が可愛いんだよな。というわけで、言うまでもなく、わかるな？わかってくれてんな？なんか、もう、出会ったばっかだけど、意思疎通ができてますね。よし、じゃあ、シロに真実を伝えて、あれは関係ない。気のせいだったんだ。だから、戻ってこい、シロ！めっちゃエビルいるやないかーい！いろいろな属性がてんやわんやしてますね。終わっ、いやー、別に、サロモン君も振りたくもねえからな。リョータと約束したからな。約束はね、なるべく守る。なるべくね、大人ってのはね、約束はなるべく守るけどね、破っちゃうときは破っちゃうんです。そのときはね、土下座をするんですよ。それが大人ってやつです。よし、行け、突撃石頭検定、サンキュー！僕も突撃チンポ頭、祈祷5級持ってます。頑張っていきたいと思います。さすがもう、おー、奥行きのあるステージね。これはこれでまた考えさせられますね。そうだな、やることは簡単だ。こうして、こう。無理をしてはいけません。あー、今日、やべ。タングリスニールの相手が、火だからダメージできんだよな、主にこっちのね。そしたら、タングリスニールを逃がして、おらおらおら、ワイドソード。はい、確実に倒すんだな、それが。よし。もうタングリスニールは限界だ。守ってやんないと、介護してあげないと。そしたら、ビジョンが見えたね。こうして、ここ、あれ、全然うまくいかなかった。あれ今操作ミスったなぁ。もっとうまくいく予定だったんだけどなぁ。ちょ、まあ、なんでもいいや。抱かせてほしい。さっそう。何も考えずこんな場面になっちゃったけど、ビジョンが見えたね。ぐーるぐるぐるぐる、ぐーるぐる、うおー、全然ない。じゃあ、のしやりすぎかな、ちょっと。フィーリングでやっちゃってんな、マジで。で、この調子だったら、OK、ビジョンが見えた。つまり、こういうことよ。大丈夫。抱かせてほしい。こいつ、すぐ交尾のことを考えるんだな。クソ、早くバティも欲しいな、ほんとに。そのためには、とにかく、頑張るしかねえよな。はいはいはい。はい、これで確実に倒す。抱かせてほしい。ほら、ビッグウッドもね、CP プラス。OK。で、チェーノボグ、次もう必殺技ずれてちゃう？つまり、おらー一瞬で終わらせて。そしたら、そうだ、そしたらこいつを動かす。あー、間違えた！クソ！オッケー！うわー、もっとミスった。うわわわ、ノーチサリー最後りで、なんとかなる。ほら、一発でなんとかなっただろ？いや、ちょ、やばいな。僕、マウス買い替えないと、もうダメだ。誤操作すごい。凍り朽ちてゆくのだな。すぐ中二病になるのやめろ。申請はしない。ありがとな。
おらおら、白この俺が来たぜ、白。今キスしてやるかな。サロモン君が、指さす先、その夕日に照らされて、うずくまる白がいた。手にした本から次々と塚山が現れ、主を守るように、うごめいては増殖する。あー、出た出た。ここはね、サムネイル候補にしたいんですね、それが。しちゃうけ、とりあえずエビリ使いなんだよな、白な。よし、オッケー、サムネイル完璧。だから殺しねえ、大丈夫だよ、モーマンタ。頭おかしくなってんじゃん、本当に。うつ病になっちゃう前にね、これ助けよう。白話を聞いて、あれは委員長のせいじゃないんだ。あ、ダメっすか？ちょ、ブツブツ言っても大丈夫だよ。白やっぱ強いんじゃねえか、こいつ。あー、イビリ君きつい。よし、次のバトル来る？展開早いね。白を助けるためなら、こんなね、急展開でも、どんどんじゃんじゃんやっちゃう男なんだな、それが。よし、じゃあまたタングリスニエル。お前突撃あるのみだ。頑張るぞ。タングリスニエルをフェーズ4まで生かせる方法あります？よっぽど介護しないと無理だよな。じゃあそしたら、あ、わかったよ。ビジョンが見えた。つまり、こうして、こうするよ。ほら、最強。どりゃ！抱かせてほしい。さあ、これでさらに突撃しよう。着実にね。着実に一歩ずつ。で、お前もこっち来い。オッケー！はい、オーバーキル。で、するってと、あとは、分かったよ、ビジョンが見えた。こうすることで確実に倒せるわけなんですね。やっぱさ、ナックル系、格闘家系は火力でかいから、本当にこうやって切ってる時とか頼りになるよな、本当に。さあ、もうフェーズ2なのにタングリスニー死にかけてんだけど。タングリスニー介護してみるか。っていうことはどうするかっていうと、ビジョンが見えるんですね、それが。こうして、あ、見せたかもしんねえ。あ、ダメだこれ。タングリスニー、悪い、俺、死んだ。緑が動いたら死ぬ。水色が動いたらセーフなんだな、それが。本当に一か間違ったな。そしたら、ほい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 、はい、完璧な動き方。タングリスニーで介護しながらも、タングリスニーが攻撃するっていうね、素敵なシチュエーションじゃないですか。ってなると、あとは、そしたら、あ、違う、主人、こっち動かして。おい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 。おいおい。あー、ミスったはい、うまくいきませんでした。なんでうまくいかなかったか、明日まで考えておいてください。そしたら、何かが見えてくるでしょう。じゃあそしたら、ほい！はい、まず一体確率。フェーズ4まで生き残らせることができるか、こりゃ。あー、今度俺が死ぬか、これ。そしたら、いいよ、ビジョン見えたよ。オッケー！ぐるぐる、ぐる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 。おい、オッケー。いや、真ん中自分にした方が良かったな。 CP 溜まるもん、そっちだったら。はい、1000ダメージ。確実に敵を倒す。いや、まあ、チェルノボーが今度死ぬんだけど、お前らまだやれるよな。そしたらこうさらにこうすることによって最強になれるっていうね。はい、抱かせてほしい。俺は発情期すぐ交尾しかない。はい、フェーズ4まで生き残らせたの。タングリスニルほぼまともに使ってないけど。で、そしたらどうしようかな。これで確実に倒せるだろ。どりゃ！あ、ダメだこれ！火力が足りねえ！タングリスニル！お前のことは忘れない。シチューがー、まあ、チェルノボーが代わりに来ているからよしとしましょう。そしたら、ほいほいほい。これで完璧なんだな、それが。さっそ、じゃあ最後青のやつをぶっ倒すだけ。動かすのはもう二人だけで OK。おーららら、おー、仕上がった。いや、結構ギリギリになってくな。誰も俺にたどり着けない。エージェントビッグフット帰還します。あ、帰還するだった。いや、申請はしない。ありがとな AJ。 あー、てか喉痛めてさ、ちょっとだいぶしんどいから、ちょっとどっちにしろこれが限界だ。はい、白大丈夫？白急しっかりこっちを見て。ベロベロバー。赤ちゃんじゃないからさすがにビビってくんねえよな。そういう、まあ、お前、本が友達そうな気はするけどな。マジか、あいつ結局才能があるんだよ。人間解放なんてあんの？ロールは竜じゃ、ルールは離弾、鉄刀鉄尾、参ります。薬物ちぎり、あれか。へぇ、白の、この辺全く覚えてんだよな。門番でルールは開拓。へぇ。で、こっちは、ローラー竜じゃ、
ルールはリーダング鉄頭鉄尾。へえ、なんかこっちの方がかっこよくない？コズミックテラーの方が。我が名において命ずる、いぜよ鉄頭鉄尾。バトっていこうぜ、シロー君よ。コズミックテラーちょっとかっこよすぎた。なんかテイルズの魔法にありそうなんだけど。テイルズの正直あるだろ。プリズミックスターっていう勝術あるから、やっぱそういうの感じる。よし、じゃあラストの勝負にふさわしい戦いをしようじゃないの。行くぜ。ビジョンは見えた。ぐる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 、あ、ミスったかもしんねえ。ミスったー何がふさわしい戦いだ。もうタングルスリル死んじゃうよー。で、どうすりゃいいのこれ。わかったね。ビジョンが見えた。ほいほい、間違えたそうだった、こっち動けねえんだった。どこせどうし、口癖になりそうだ、フォーサム実況の。捕まってますがな。あ、やべやべ、変な開いちゃった。はい、オッケー。そしたらここはタングルすぎるじゃなくて、チェルノボーグもっとぶっぱしてよな。はい、つまりこういうことよ。どりゃ出してきた。抱かせてほしい。おお、動かない。じゃあタングルすぎら生きるよ、いけるよ。つまり、オッケー、大きく動けるから、こんぐらい動いちゃって、オッケーなんだな、それが。よし、ボーナス CP20。タングルスニルの必殺はそろそろ見てよな。タングルスニルの E とか見てみたい。ちょい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 。じゃあそしたら、どうしようかな。シンプルイズベストだろ。まずこれでしょ。やべえ効果抜群のような。捕まって出迎え。ほいほいはいまタングリスに全く使いこなすね、今のところ。いやー、死ぬ死ぬ死ぬ。確実に倒すぞ。真ん中やったら確実に倒せんだよ。だからこれを動かすには、ほい、あ、間違えた。はい、あぶねえ、操作ミスもうまくね、ご利用せるんだな、それが。やめて、この光のやつ、倒せると思ったのに倒せなかった。あ、いや、倒すぞ、ナイスクリティカル。よしよし、運が出向いてるのはまだ生きてれるよ。もう厳しいかもしんねえな。じゃ、タングルスニーを介護。無理。フェーズ4で一気にぶっ壊しよう。死にかけた、危ねえ。死んじゃうよー。捕まって大丈夫か、いけるか。おい、まず、また操作ミスった。うわー、最悪。すんげー操作ミスった。判定きちんだよな。チェルドボーグお前が死ぬのは、タイトン。お前、そんな効果あったっけ。根性不要 65% 発動した。65% で戦闘不能ギリ回避できる。まさかの発動です。ありがとうございます。よし、じゃあ、そしたらまだまだやれるよな。ほいほい。ほい、出迎えるとし。まだ操作ミスった。うわー仇を撃つぞー。タングリスリー、ただ足のマットなんだよ。で、この場所でしょ。あ、シロー、シロー倒せるか、これ。ちょ、やばいぞ、これ。もう負けるかもしんねえ。いや、そんなことはない。チェルノブーグいないときちい。考えろ考えろ。わかった、まずこうだ。大丈夫、よし、必殺がたまった。うわー、そもそも俺が死ぬんかーい。やばいぞこれは。ちょっと瀕死しかいねえぞこれは。きちいっすね。どうする。やっぱ白で確実にまず攻撃するのは確かでしょう。やばいやばいやばい、行くぞタングルスニル。お前も活躍すんだよ。届かねえ、いけ、倒せ。ダメだー、ちょっと残った絶対します。いやー、きつかったなー。いや、タングルスニルね、温存してたからね、マジでバカだった。本当にやり直します。嘘だろー。そう、我が名において命ずる。いや、もうきちいっすね。くそダメだー、落ちちまった。
レベル足りなかったか。いや、メンツ変えればもうちょいマシなんだよな。タングリスニルがマジで足っぱりすぎなんだよな。はい、フェーズ4まで来ました。まずね、タングリスニルリストラしてエニグマ入れたんだけどさ。エニグマレベル6にしただけなんだけどさ、なんか普通に強いんだよな、火力が。あー、なんかもっとギリギリ戦い味わいてんだけどな。ほんと、この辺のキャラクターバランス、まあ、サポートがいる時点で、キャラクターバランスって、そこで崩壊するようなもんだからな。どうしようもねえんだけどよ。よいしょ。主人公を真ん中でやって、いつでも動けるようにしていこう。さあ、チェルドモグもうすんのか。いや、根性あるだろ。よっしゃ、根性来た。ひとつ使えるぞ。これありがたいな。そしたら、ね、どうしようかな。エニグマ、そうだな。オッケー、わかった。じゃあ、まず、これはこうする。あ、間違えた。ほい、こう。これでオッケー。で、チェルドモグのひとつ技がね、火を吹くわけなんですね。死ろー、死ねー。あれ死にきらなかったこいつもちょっと強すぎるんだけど、なんなんこいつ、タジカラを。あ、今日エニグマひたすらできるじゃん。足で脆弱だらけ。こいつな、こいつ口悪すぎない。私は喜び行います。どうか全てお頼り。なんでこんあなたの無能を。ずっと口悪いで足をゲットしたありがとうございますいや、ちょレベル1でもよかったかもしれない、エニグマ。レベル6にしたの早かったわ。しかもなんか、主人公の先にレベル上がっちゃったし、なんかずるくない。白ゲットやったぜ。よし、というわけで、ね、今回実況は、ね、以上にしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。また次回の放送実況でお会いしましょう。ではまた。